こんにちは。昭和回想、今回は1989年2月です。この1989年2月号というのは、実際は1988年の12月の末に発売になってますんで、一応昭和の中に入れてご紹介したいと思います。はい、今日一緒にね辿ってくれるのはですね、はい、どちらもこの中に出てくる、モデルでございます。では行きましょう。はい、いきなりついこの間ご紹介したばっかりの J フレームね、チーフとね、はい、M60 のピンナップが綺麗についてるこの後、はい、裏表紙はですね、いきなり国際ですね。やっぱりこの時期はね、国際のね、はい、どうでしょう、357コンバットマグナムのガスリボルバーが紹介されています。はい、それからピンナップの裏は、はい、こんな感じになってます。ちょっと引きましょうか。こんな感じですかね。はい、見開きすごいですね。はい、まあ、あのガスガン、そろそろね、固定式とはいえね、全盛になってくる頃ですね。そんな中にね、やっぱりこういう力の入れたね、モデルガンをね、こう発売してるわけですね。このあたりやっぱり国際差別化してましたね。ほんと草木もなびくようにガスガンガスガンに行ってる時に、こういうね、まあ既存のモデルのカスタムではあれね、ニューモデルをしっかり出してくれるっていうあたりね、この当時の国際の勢いが感じられます。はい、そして次のページには、今でもね健在のメーカー、今こうして古い雑誌見てると、健在のメーカーがね、まさかここが生き残るとはみたいなところもあれば、ここがなくなっちゃったのといろいろありますよね。はい、こんな感じですね。東京マルイです。はい、自動排気システムね、 MP5 があったんですね。とこれブローバックハイパワー、これありましたね。ちょっと形がね、ぼっこりしちゃってましたけれども、それでも斬新でしたね、 M59 とともにね。はい、こんなものが出ています。本誌のね、第一特集の方は S&WM36 チーフススペシャルをジャックさんが徹底的にレポートされていますね。これお宝号ですね。はい、正直言って私にとってはね。はい、ピンアップのね、 M60 の方はステンレス系のマットな仕上げでね。はい、それからね、ストリートスイーパーっていうね、はい、ショットガン、あれですね、はい、ドラムマガジンみたいなね感じでパカン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 打つやつですね。バイオハザードでも出てきたやつ、それの特集がされています。はい、それからワシントン商会さんの広告になりますね。もうどちらかというとガンということではなくね、やっぱりスリングショットは息が長いですね。あと特殊警棒とかね、はい、そんな感じのものが紹介されています。はい、それからケースレスライフル、G11 っていうのがね、ご紹介されています。はい、それから広告です。はい、これね、持ってました、持ってますですね。もう稼働は、稼働っていうか、まあ機関部は取っ払ってあるんですけども、側だけね、はい、プラモデルみたい、 LS ぐらい軽くなってます。はい、例のブオーって振る音になるやつですね。はい、原理はある意味ね、斬新でしたよね。はい、いろいろと細かく書かれていますね。はい、はい、それからこういうね、まあ棒眼系って言ってるんでしょうか、私これどういう仕掛けでどういう風になるのかわからないんですけども、ここまで来ると兵器っていう感じになっちゃうんじゃないのかな。それからなんかね、これ何、ホテルのあれですか、宣伝ですか。なんか随分もう毛色が変わっちゃいましたね。はい、ごめんなさい、ウエストコース、なんかシューティングマッチですね、ごめんなさい。はい、はい、それから MGC ですね、645。はい、645はもうすでにご紹介済みだと思いますけれどもね、デルタエリートもそのうち出てきますからね。はい、お待ちください。オートナインはやりましたよね、 MGC 版もね、やってないかな。
はい、それとホルスターは、テキサスさんですね。あ、いいですね、このホルスターね、どれも色が飴色っていうんですかね、そういうのが私大好きで、あとグリップなんかも出てますね。はい、それから次はじゃんと、ここもやっぱりもうガスガン全盛ですね。まあレプリカっていうことですけど、まあマルシンさんですよね。デリンジャーありますよ、黒ですけど。はい、それから PP ケアはなかったな。モーゼル HC はあったな、どっかにな。25とももちろんありますね。1910もありますね。この辺なんかどれかはもうすでにご紹介してるはずですね。固定ガスガンのシリーズですね。はい、それからメカニックの紹介はオルトギースポケットピストルというね、珍しいやつが紹介されていて、それからこの製品は私は全然存じ上げません。はい、なんか縁がなかったって感じですね。なんか誘惑があるみたいです。リアサイトとかそのあたりがやっぱりあの金属でつけられて作られてるということですね。で、自衛する市民たち、オフデューティーポリスの災難っていうのがありますね。それからハドソンさんですね。はい、ガランドね、かっこいいですね、これめちゃくちゃね、めちゃくちゃかっこいいですね。でマッドマックス、まあ、これ出た時はハドソンさんらしくないななんてね、ちょっと思っちゃったりしたもんですけれどもね、今となってはかっこいいですね、やっぱりね。はい、それからね LS です。この頃の LS にはもうあんまり興味を持てなかったのが残念なことをしたな。お店に行くとあるんですよね、 LS のプラモもね。小田原の A さんなんか行くとね、ガーッと飾ってあったんです。トンプソンとか買えばよかった。自衛隊の装備シリーズはね、P220、はい、しっかり紹介されています。それから丸子さん、珍しい広告になってますね。ガンではないですね。まあナイフはね、もともとやってましたけど、やっぱりこれですね。はい。それからサバイバルゲーム必勝作戦野戦テクニックの紹介があってから、ドーンウェストアームズです。これほとんど揃っててんじゃねえかなって気が今しています。はい、しかも何丁もあると思います、中古で買い漁ったのも含めてね。よく当たるんですもんこれね。え、ちょっと丁寧に見ましょうか、こんな感じでね。なんかどうですか、めちゃくちゃ重かったですよね。それでね、それにびっくりしてね、考えてみればエアガンの原理考えれば重いのは当たり前なんですけれどもね。それからね、はい、米沢さんの広告が出てますね。米沢さんのこういうやつですね。はい、胸のすく電動パワーっていう感じですね。あとポケットタイプのガスガン新登場。まあ差別化ですよね。はい、レアなね、他のメーカーがモデルアップしてないものをね、競ってモデルアップされてきつつあった時代ですね。それからガンファンの世良正則さんに単独インタビューっていうコーナーがあります。世良正則さんと又野誠二さんですね。田中美奈子さん、あのクライムハンターのねと引っ掛けての記事になってますね。はい、いいですね、世良正則さんみたいな人がねガンファンでいてくれるとね。はい、あと梅沢富美男さんなんかもね有名ですよね。田辺裕之さん残念ながらねもう亡くなってしまいましたからね。はい、次、金丸さん、はい、どうでしょう、ゴージャスなフィニッシュという感じで、ね、こんな感じですね。もうはい、砕け散るターゲットありますよ、今私の左側の奥の方にね。これ金丸さんだった、今度これやりましょうか、ターゲットも一応紹介して打つのはもったいないんでね。それからエアガン、コンテストっていう感じで、はい、MGC の645がね紹介されてますね。はい、それからこれもご紹介しないと、広告ね。はい、トイテックさんのキャリコですね。 MGC もキャリコ出してませんでしたっけ。私はちょっとあんまり興味がないんで買いませんでしたけれどもね。
スタイル付きに。あ、密教怨念だ。ありましたね、こんなのね。ねえ。エアガンの世界に入ってから、まあ、ある程度そのゲームやられる方とかそういう人たちの遊び心もあって、なんかいろいろね、パッキンなんかの名前もふざけてるような名前が結構ありましたよね。それからもう一回エアガンの紹介があって、これがあのウェスタンズのさっきのナショナルマッチですね。その後山本さんです。はいね、モデルガンはもうあんまり出てこないよという感じですね。もうほぼ、ガスガンという感じですね。もう感じますね。あー、これ見たことあるな。はい、そしてまたエアガンの話で、アサヒの M60E3 ね、はい、どでかい長物が紹介されています。そんな中ね、はい、新小岩ね、ジョークショップさんね、どうでしょう。ジョークショップさんのこれもエアガンソフトガンかな。もう全部ちょっと私の今位置から見えないんですけれどもね。はい、あ、これがさっきの砕けるターゲットですね。まあ、簡単に言うと白木みたいな、材質でできてるんですね。白木なんてもしかしたら今若い人知らねえかな。なことないですよね。教室に黒板はまだありますよね。次はね、マルゼンの悪さ PP ケース、固定スライド式割り箸マガジンのやつが紹介されています。でその後ろにね、生地にこうするかのようにね、はい、懐かしいですね、このお姉さんね。マルゼンのウージーはなんかあるな、うちにな。あ、これは知らなかったな。こんなのあったんだね。え、ショットガンもありますね。マルゼンさん割と早期にショットガンのブローバックも出されてたような気がしますよね。次、また本誌では丸井さんのデザートイーグルが紹介されています。それから、はい、ファルコントーイさんのこのかっこいいルガーですね。これは見たことがあります。もしかしたらうちにあるかもしれないね。え、すんごいルックスですよね、これね。で、スペシャルリポートということで、またエアガンの紹介ですね。ポイントのベレッタ M92 カスタムが紹介されています。で、その次のページが、はい、千代田さんですね。千代田製作所さんね、ターミネーターが帰ってきた。ウェルディなんかもう全然あれですよね、モデルアップもされていないですよね。結構ガスガンで人気あったけど、そのガスガンメーカーがなくなっちゃって、そのままモデルガンにもならずに終わっていたっていうのがありますよね。で次にね、レポートとしてね、マルコシのワルサー P5、 これですね。これが黒が紹介されてますね。はい、そしてこれは、はい、無限さんですね。かっこいい、オールカラーじゃないですか。すげえ。へえ、こういう広告出されてたんでしたっけ。この頃私はもう初体を持った頃ですね。お、しまった、モデルガンアンタッチャブルっていう懐かしいモデルガンを紹介するコーナーで、私がよく話していた国際のね、金属 SM モデルのね、ワルサー P38 が紹介されてますね。それからまた国際の広告が入ってきます。国際は結構全部でページ数っていうと4ページ5ページとね、出してるわけですね。それからビデオ案内っていうことでね、はい、出てますね。あ、それからね、当時のあの岩礁の、はい、ザ・トップガンフェスティバルっていうのが紹介がされていますね。ガンスミスコンテストなんてのがありますね、はい。それから、あ、CMC、 我らが CMC、 やったー、モデルガンの広告だけですよ。素晴らしい、ほっとしますねこれね。はい、ありがとう CMC。 はい、それからラッキーポイントさんというところがちょっとまた割愛してる。これお名前は出てないですね。また出てるな。はい、名は模型屋さんね。
ちょっと個人名が出てるんでね、こういうね感じです。ちょっと写真の方を下にまとめてね、見やすくなってますね。相変わらず情報量たっぷりのですね。それから今度こちらが、はい、 BJM 通販ですね。ね、まあ規制でね、少なくなったとはいえモデルガンどんどん活発になっていきましたと。ただその活発になった勢いをね、完全に凌駕する勢いでもうエアガンがねどん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 増えてきてますね。あ、このカタログね、違うのか、はい、すいません、アローイントさんのですね。あとはここが、はい、フロントラインさんっていうところがね、広告がこういう、すごいです、広告がね、いつまで経っても終わらないっていう感じです。70年代半ばぐらいまでのものに比べると全然違います。あ、無限さんまたここ来てる、さっきの無限さんじゃなかったかな。そうですね、MGC の LE ね、まあ、ハレットシステムというふうに僕習いましたけれども、コメントでそれをね、軽くトリガープルを軽くするパーツを無限さん出されてましたよね。うちにも一丁ね、無限カスタムっていうのありますよ。確かに軽くなってますね、トリガーが。でパションパションパションってこう連射性が良くなるような感じですね。世界中の護身用が揃っています。はい、それから、ね、中島さんですね。はい、まだありますね。ちょっとこの辺はでもスタッフ募集とかそういうのが多いんで、あとね、はい、アンクルさんのね、はい、広告も出てますね。これちょっと軽くにしておきます。事情は当時の方は分かると思います。はい、この辺にね、これあの読書あの編集室からってコーナーがあって、それでもね、なおかつその下にも広告を入れるぐらいの勢いです。やっぱり広告料自体が多いんですね。つまり出したいというね、メーカーさんがいっぱいいたということでしょう。はい、 MGC ね、どんどんあのガスガンの世界でね、はい、新色っていうかね、進出しています。はい、そして最後裏描写はね、横ですね。はい、見やすいですね。ゴールドカップね、ウェスタンアームズ固定ガス管っていう感じです。はい、なんか広告料が多くて時間がね結構思ったよりかかってしまいました。非常にね、もう完全に、雑誌そのものと、そのなんていうのかな、広告のコラボっていう感じの雑誌になってきています。そんな中でもね、このチーフの特集とかね、そういう点でね、まだまだね、モデルガンファンにも、はい、楽しめるね時代だったなっていうふうに感謝しております。はい、やっぱりこの雑誌とかね、まあ、他にもこの頃を並行して私別の雑誌も2種類ほど買ってたりしたんですけれども、やっぱりね、これ老舗で子供の時から付き合ってるということでずっと買い続けて、まあ、今に至ってるわけなんですけれども、やっぱりね、影響を受けますね、こんだけ広告綺麗だとね。はい、ということで今回の、昭和改装、昭和の本当のね最後の方ですね、1989年2月号、はい、広告を追ってみました。ではまた。